い、どうも、ジョージです。XBC ハジさんです。というわけでね、今回はね、何の動画かって言いますとね、僕は思ったんですよ。いや、やっぱり、人間はね、欲がある生き物なんですよ。それでね、やっぱりね、みんなね、お金持ちになりたいと、誰しもがね、いや、誰しもまでは言わないけど、結構な人がやっぱお金持ちに、ね、なりたいと思ってる人が多いと思います。いや、もうね、お金持ちにとどまらず、大金持ち、億万長者になりたいって人も多いと思うんですよ。なんか買ったことだね。それでね、考えた挙句の、今回の動画でございます。まあね、無論僕もやっぱりね、欲しいものが多いわけですよ。物欲の多い僕がよくお世話になっているね、アマゾンさんの方で、億万長者に誰しもが、もうね、ワンステップ、一瞬にして飛び級できるね、シートアイテムを見つけたので、そちらのご紹介でございます。はい、こちらですね、封筒です。まあ、ここでガムテープ貼ってあるのは、住所が書いてあったからです。アマゾンさんから送られてくるシートアイテムは何かっていうとね、やっぱ100分は一見にしかずで、僕もね、正直よく中身の方はね、正直想像もつかない。おぉ、ダンボールできた。もうあと空ですね。これはもう納品書だね。はい、というわけで今回僕は何を買ったかって言いますとね、納品書をまずお見せいたしましょう。はい、というわけでこちらを見てください。わけがわかんないと思います。もうこれ見てください。この桁見てください、これ。この100兆ね。100兆ドルだよ、100兆ドル。100兆ドルもね、なんとね、4080円でね、購入させていただきました。これを見た時にね、これは買うしかないと思いましたね。てかね、一つだけ細かいことをね、言わせていただくとね、お金はね、こうね、郵便で送っちゃダメなんだよ。わかってんの？法律上に、それはね、ダメなんだよね、これ。まあ、確かに、お金はね、法律上送っちゃダメですよ、皆さん。100兆ドルの、お、出ました！おー、来た！なんだこれ？おー、来た！これ見てこれ。1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億、10億、100億、1000億、1兆、10兆、100兆で。100兆ドルでございますよ。まあ、100兆ドルとは言ってもね、100兆ジンバブエドルでございます。まあ、こちらジンバブエドルというわけなんですが、こちらは価値的に言うとね、ものすごい低いですね。100円あんのかなっていうレベルだと存じていますが、詳しいね、日本円にしたらいくらなのかっていう詳しいところは僕もよくわからないのですが、ね、今こちらは現在ジンバブエではね、アメリカドルを使われているそうです。まあ、なんでそんなことになったかっていうとね、まあそういうのはね、まあググってください。いやー、これでね、お金持ちになったんじゃねっていう気分をね、味わえるよね。これだよ、これ。マジでさ。これは話題のネタになるよね。うん。そうだね。正直に言ってみろよ。いらなかったべ。4000何本も出して、絶対いらなかった。シャラップ。4080円。うん。これで君も、お金持ち。はい、というわけで、こちらの動画が始めて。受験生ってね、こんなもんだから、受験生みんなこんな感じでございます。はい。まあ、受験が終わるまではね、こんな感じのクオリティになっちゃうかなと思います。というわけで、こちらの動画が始めたよって方は、ぜひこの期間チャンネル登録お願いします。パソコンの方は、下に登録ボタンがありますので、そちらからよろしくお願いします。で、こっちには過去動画を貼っておきますので、そちらからよろしくお願いします。Twitter に、バインに、なんだっけ、ホームページ、その他もろもろいろいろ、全部のリンク下に貼っつけておきますので、暇な方はぜひそちらの方をチェックしていただけたら非常に嬉しいかなと思います。気分だけはね、もうお金持ちだから、100兆じいちゃん、100兆じいちゃん。ご視聴ありがとうございました。はい、というわけでこちらで、はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。これからも JSX183 の方よろしくお願いします。というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。いや、マジでね、お疲れさん。